はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。聖剣伝説レジェンドオブマナ第15回やっていきたいと思います。ティアマットが復活して、そのティアマット城に乗り込むところですね。まあ、結構クライマックス感は出てきてるんで、戻ってこれないけど覚悟ありますか？覚悟の上、あなた方に大地との絆を託しますって言って何もくれるわけじゃないからね。1回、お、なんか左に敵がいる。上登れるけどな、なんか1階で何かをしないと2階の扉が開かないとか、開く、なんかすげえ突っ込んでっけど大丈夫か。あ、なんもない。ゲーって出てきた。さすがドラゴンの城だな。とはいえ俺の手にかかればそれなりのヒットポイントあるね。やっぱりの血なんか貴重なんだかさ、よくわからない竜の血が。こっちから回ってみるか。ん、これはなんだ、ちょっと怪しいとこに出てきた。あー、なんでわざわざみんな来て落ちるんだよ。1回、こいつらなんだ、めちゃくちゃ毒ガの鱗粉みたいなのやってる。経験値少なそう。痛い。てか当たんね。いや、いろいろ状態上になってんな。160か、大したことないな。ちょ、セーブポイントがあるといえばあるけど、竜の血いっぱいあるね。俺何混ぜたっけ。そういえば剣、剣はね、なんかすげえいいの落としてくれる可能性なんだよね。ガードしてくれる。いや高い、暗殺。え、誰に当たった。こいつに至ってはマジでアイテム落としてほしい。金か。盾とかも落としそうな気がする。盾にも変形するから。で、これあれ最初かなって思ったらまだ最初じゃない。どっからどう来てんだ。1階であることは確かだよね。まだ来い。クライマイ、いや、君いねえぞ。あ、これは自分を中心に範囲攻撃か。必殺技がな、体験やっぱちょっと微妙なんだよね。もうちょっと使い勝手のいいものかもしれない。あ、それでここに戻ってきたっけか。必殺は使っていかないとダメなのかな。ライジングカッシュ当たれば、まあ火力はね高いっちゃ高いけど、こう溜めてまで連発するかって言われるとちょいと微妙なところはある。いまだに最初に覚えたさ、2つで乗り切ってるからね。ここまで来て力上いけるか、まあ、上っていうかなっていう。うわー、これはもう何、こっち側からいけねえんだけど。これ絶対落ちるでしょ。多分一番最初左から行ってみようって思った人が宝箱に釣られて落ちるっていうパターン。俺はもう2階から落っこってきたから。1、2、3、4、1、あれちゃんと間合いを取っていけば割れた。ってー、サラマンダー食らった。パワーダウンやるな。じゃあとりあえず2階には行こう。
って右から行ってみよう。ちょっと行けたかで、ユニコーンヘッド、こいつらさすがにヒット率は高いな。いやでもシエラはシエラで役立つな。クナイマイを当ててもらおう、せっかくだ。シーレ金だ、ガビ死んでるし、ダークパニッシュ。こっちから上も行けそうだけど、3階レベルアップ。いただく、ちょっと使おう。ライジング当たんなそう、これ当たった。あ、ちょっと切るんだ、死ね。ラビ経験値を取れ。120ゲットしてった。あっち側はいけないな。ちょっと待って待って待って、なんかさ群れをなしてんだけど、こいつら何、え、何この魂みたいなの。速攻で駆け抜ければ大丈夫なのかな、どうなんだ。やつが来る前にっていうかさ、2階に落とされんのか。2階ってここじゃねえかよ、もうめんどくせえな。このドラゴンが来たところか。こいつ竜の血しか持ってねえかな、経験値。やつがレベルアップしたもん。竜の息出し込んど、え、だって左行ったらさ、あそこしかなかったよね。下に行けんな。あ、そうか、でここに来たのか。回ってこう、剣舞台。頑張れ、ライジングクラッシュ。とりあえず1体は倒せんな。スナイプダーガー、お、やる前に、お、役立ったか。金とか少なすぎるかな。100円とかしか手に入んないからね。あ、一応上に行けんな、こっちから。で逆側に多分出てくるよね、これ。こいつ魔法使ってくるかな。ちょっとそれなりに厄介だから先に排除しよう。え、魔法使ってくるやつは耐久力が低い。俺の攻撃の邪魔をしやがって。シエラちゃん経験値取れ。やる、お前の手柄だ。そうだよね、これ逆側だよね。4階門番か。ここ入れる、入れる。いやー、またここか。ちょ、出たらさ、これいるよね。これ逃げられないしね、しかも。まあ、だからエンカウントオフがあるんだろうけど。でこっちか。じゃあ、え、ちょっと待って、これどうする。どっかから落ちて、ちょっと
敵がいるからな。落ちて新しいところへ行けるっていうパターンもありえるからな。掘ってみるか。ちょっと怪しい方から掘ってみよう。なんだ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 、これは。なるほど、そういう範囲攻撃か。ただ 4% しか減らない。羽馬、羽馬ってさ大したことないやつじゃなかった。行くしかない。落ちよう。みんな揃って落ちる。おー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 おお、なんかぽいところに来たね。下に降りるか。これこっち行けるよね。ちょ待って待って待って、それはやだ、さすがに。普通に下に降りよう。これ何、宝箱っていうか落ちるところ全部。あ、ここなんかどうだろう、いける。1階に来たな。でも1階とはいえ来たことないとこだよね多分。少ない。少ない。マイ無駄だ。技の出がねやっぱりちょっと時間かかるからね。結局1回か。え、何、普通の敵じゃね。中ボスか。お前ごときでこの俺を止められると思うな。ちょっと見えないけど、もうわけがわからん。なんか吹っ飛ばされた。全然わかんねえけど、全然わかんねえけど倒した。ラビは死んでいる。240しか持ってねえじゃねえかよ。あそこは別に意味ないよね。多分これでなんかの封印が解けたんだな。で落ちちゃっていいのかな。漆黒の羽。あれ、あ、これあれ、もう落ちなくなったってこと。じゃあどんどん上登っていこう。ワンサがいるともはや誰に当たってるのか分かんねえかな。経験値もある程度もう無駄にして大丈夫だわ。ってことはだよ、どっち側から行っても上に行けそうな感じなんで右側から行ってみる。落とし穴があったことで行けなかった奥へ行けるっていう。なんかさ、敵と戦う今メリットが大してないよね。経験値少ねえし。でもまあちょっと前も言ったかもしれないけど、塵も積もれば山となるということで、塵にすらならなかった経験値のまんまるドロップとか。こいつもか。倒したか。倒した。相手象牙。あれ、ちょっと待って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 、これいけるよね。いけねえのかよ。マジか、超騙されたんだけど。ここまで落とされた。これどこだ。しかもこいつはいた気がすんな。いた気がするけど、それがどこなんだか分かんない。くそ、なんかめったくそにやられてんな。
傘も戦いの基本裏手を取る。勝てな、やるな。いや意外に人々減ってんぞ。なんかいいアイテムくれ。グレイブブレードか。もう今となってはって感じだな。あとこれ結局ここか。ちょっとめんどくせえな。結局ここまで戻ってきたけどさ、ちょっと右側行ってみるか。さっき左から落ちて行ったんだけど、いやダメか。おお。え、ちょっと待って、どうなってる。ドラゴン、結局このドラゴンを倒していけばいいのか。そうすることによって徐々に落とし穴が開かなくなる。すげえ5連撃やったな。ガビ、あ、死んでんだ。これでなんて、ちょっと早く来いラビ。開いた。左はなんもない。先行こう。で、地下から抜け出せばいいのかな。抜け出してまた上を目指していくっていう。はい、行って、もう、大至急クラッシュを使う。消えろ。一応ちょっと、アイテム取ろう。こいついいの持ってるかもしんないから。レアアイテムでね、ブレイブブレード。ミエインクラウン。これ頭だよね。ちょっと見ては見よう。ソルジャーメット。から、アストリアの帽子。なんか魔法防御力が高い気がするけど、全体的には弱えな。てか強い防具がないよね。なんかこれ超強いみたいな。あ、でこれはどこだ。2階。ここでも来たことないところだから。とりあえずこれで殴っていこう。取れダービー。レベルアップした。取れ、こっ全部パクられた。いや構わん、お前らが強くなってくれれば戦闘が楽になる。待て、通れるか。通れるな。んで、どこへ出て、ここへ出てきたか。さらに先へ進めるようになってくれればいいんだけど。逃がさん。経験値、こいつすっげえ持ってる。マジでシエラ、お前はまだ手間取っているか。ちょっと待って、こいつなんかめんどくせえやつだな。ここも全然見覚えがあるんで、ひたすら殴ってこう。アンサーですか。当たってないぞ。消えそう。こいつ殺す間に消えた。シルバークレイン、ちょっと待ってね。ここと、あ、そらそら、ここだ。いけねえとこだ。ここが通れるようになってくれれば。おお、いいね。ここに出んのかよ。
ここ通れるようになってる。なってる。ちょっと待って、どこだこれ。あ、ドラゴンが来た。ダビー、お前じゃ相手にならんぞ。死んだ。ドラゴンステーキ、ここはどっちんの。落ちて新しいとこでしょ、さすがに。ちょっと待って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 、いけない、いけないけど、ここも見たことないとこだ。ボス来る。あれ、なんかどっかで見たことあるな。復活したか。今一度眠りにつかせてやろう。いや、ダルクじゃないかもしんないけど、一応ダルクだと思って逃げよう。おお、てか弾、薬莢も出てるし。ちょ、また、あ、大丈夫か。これリアン、これがでもなんか一応簡単。あ、使ってくるか。おおお、そういう感じなんだ。今のうちにライジングクラッシュやろう。無敵時間が解けた時、貴様の最後だ。誰がレベルアップした、シエラか。これで宝石が多分全部消えたね。で、いけるはず。で、これどこだ。お、なんか先へ行こう。これどこ、マジでか。え、これここ。ただもうこれで全ての落とし穴は大丈夫なはずだから、こいつ経験値になるとすげえ持ってんな。おお、つながりはなんとなく分かった。で、右もあったよね。右はどこに出てくるんだ。あ、単純にこっちか。3回横島ドラゴンステーキ、4回で、ここ、この先がいけるか、多分。シエラ、うわー、魔法使ってきてる。しかし、クナイマイで避けた。やるじゃないか。そして攻撃は俺に任せるということか。まあいいだろう。これいけるっしょ。いけるね。竜の息、ティアマット、どれ。まだおっさんじゃん。ラビア、ラビ外そうかな。なんかめんどくせえ、いちいちイベントが。龍騎のドラグーンシエラ、ドラグーンシエラ、貴様を止めに来た。美しい、我が元へ来ぬか。貴様を私は許さん。貴様を飲んだ全ての魂、ジャジャラ様、メガロード様、そして我が弟ラルク、私の手に返してもらう。覚悟しろ、我の糧となれ。ちょっとアングルが違うんだけど、でかいね。あった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 。とはいえ、待って、どこ狙えばいい。一応吹っ飛ぶんだ。
マジどこだ。あ、ちょっと待って、技使ってくる。どこどこどこ、あいつ食われた。ナビが食われた。2人食われてんじゃん。これをどれだけ決められるかだな、マジで。ポイントは、あ、来た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 。炎、こういう時にやっぱり早く動ける探検とかだと逃げやすいっていうことか。まあこのヒットポイントだったら全然いけるっしょ。ライジングゲッシュラ死ぬ。やられたか。俺が敵を打ってやる。ちょっと届かない届かない、これは届かない。ほらもう一発消えよ。いやまだか。このパターンはもう一戦あるか。どうなってる。今のうちに回復しろシエラ。やつは倒したぞ。よみがえれ。よみがえった。経験値くんねー。ラルク城が崩れる。そんな早く脱出できる。いやなんかすげえことになってるな。魔法都市ジオとかさ、なんかいやあそこすげえことになってると大丈夫かって絶対なるよね。森になったんだけど今度。え、また奈落に戻ったのか。ティアマットが封印されたということか。ラルク、あいついるじゃん。触れてはいけません。なんで？なんで？本当なんで？ティアマットの血の呪い。向こう千年、俺はティアマットのいる奈落に縛られる。触れたらあなたも呪いが移る。奈落から離れて長く生きられない体になる。それが竜に仕えるドラグーンの掟。これは俺の罪の証、俺が背負うものだ。俺なら竜の呪いを解くのに千年もかからん。奈落の生活も慣れている。だからお前も折り返れ。いいさ、今度は私がお前に会いに行く。その後しばらくして、世界の秩序の番人竜が復活した。不死身だな。こう相変わらず城崩すのかよ。奪われたマナエネルギーは無事大地に返された。しかしマナをめぐる幾度の戦乱に引き裂かれた師弟がいたことを。そしてその原因が俺だったということを忘れてはいけない。早くね。どんだけ早いんだよ封印解くの。呪いか。プロフェッショナルすぎだろ。確かに心配することではないな。ドラゴンキラー編クリア。シンクなる竜帝終わり。え、それでなんかすげえもうハッピーエンドっぽい感じになったけどさ、なんかどうすりゃいいんだ。マイホームに戻されたな。これ多分エピソードもう終わったよね。もうこれで終わりじゃなかったら何だったのっていう感じだけど。
いや超謎。サボテンは相変わらず帰ってこないしな。また新しいイベント探さなきゃいけないってことじゃん。ヒロバラちゃん、君はここでぬくぬくしてていいな。てかペット飼えそう。ちょっとマジなんか逆に邪魔なんだけど。放牧しよう。別れはしない、別に。リングリングランドもなちょっとまだ早いと思うから、レベル8とかゴミクズなんだけど。ちょっと待って、一緒にいるので放牧できません。どういうこと？別れるわけじゃないよね。だって。え？は？いや、お前ここにいろよ。別れると、売るはだって違うっしょ。別れるでいいの俺。とか言っちゃったよ。あ、連れていく。あ、なるほどね。で、放牧すればいいんだ。これで放牧すればいいんだよ。行ってこい。お前もっと強くなるんだ。まあ、そのための餌はやろう。餌箱から。そうだな、良さそうなのよ。魔法の不思議な敵超引っ張んだけど。そして、ドラゴンステーキ。これもやろう。奮発だ。そこから、悪魔の肉。これも結構いっぱいな。食え。はい、というところで一応なんだっけ、ドラゴンキラー編が、終了して、ちょっと次また何やればいいのか分かんなくなっちゃったんですけど、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。